本格的に練習再開したのは何月ぐらいかな？8月ぐらいですね。休んでる期間に、マサト選手がね、引退表明したりとかっていうこともあったと思うんですけど、そういうことは自分に影響したりはありましたか？正直、他人のことより自分のことの方が、気にしないってのは嘘ですけど、やっぱり気にはもちろんしたし、あとその怪我してる状況の時はやっぱり戦いたいっていうよりも、足早く治さなきゃっていう気持ちが強かったんで、その自分の頭の中に引退とかそういうことはよぎらない？ちょっと自信はやっぱ失いましたね。それが変わってきたのはどういう？足直して、もう足直ったし、体動くし、あとはそうですね、やっぱりまだ持ってる才能をまだ活かせる、その気持ちですかね。今練習はどういったことをテーマにやられてきたんですか？そうですね、相手がドラゴン選手なんで、プレッシャーでどんどん来るんで、そのプレッシャーに押されないようにやってきましたね。そのプレッシャーに押されない練習というのは、例えばもう相手が前に先に来るんだったら、先にこっちも仕掛けるし、とにかく圧力に負けないっていう、自分とスタイルが違うんで、自分はどちらかというと蹴りの選手で、向こうはもうパンチでガンガン攻めていくっていうタイプなんで。この試合に勝って、コウシさんの今年の最終目標ってのはどこに向かってるんでしょうか？そうですね、ドラゴン戦に勝って、理想を言えば綺麗な KO 勝ちをして、で年末ダイナマイトで試合をしたいなっていうのはあります。そのダイナマイトの試合は誰と？マサト選手が選んでくれれば、マサト選手とやりたいなっていう思いますね。最後の相手、そして自分もなりたいっていうのは、どういう理由からなんでしょう？
まあ、最後っていうのもあるし、あと自分の中でもう一回やって、うん、もう一回やりたいなっていうのもあるし、うん、あとまだダイナマイト出てないんで、そう、今年は出たいなっていう気持ちですね。やっぱり正人選手とこう始めたマックスみたいな、そういうのもあるんですか？あ、それはもちろんありますね、はい。まあ、そうですね、やっぱ全日本キックの時から、キック時代からもやっぱそうだったんで。正人選手と戦うのと、他の選手と戦うのって違いますか、気持ちの面、はい。あ、それは違いますね、やっぱ気持ちの面では。最初にスタートしただけあって、うん、やっぱ違いますね。あのスタートした当時はね、あの正人選手はすごくいがみ合ってた印象がすごくあったんですけど、今感情的にはどうなんですか？普通に会えば挨拶も、昔はしなかったと思うんですけど、普通に挨拶もするし、感情的にはそんな、うん、昔ほどではないんですよね、やっぱ。まあ前3回目の試合の時に、あの時でなんかそういうのはもう終わったと思ってるんで、だ4度目やるとしたらそういう気持ちではなく、また違う気持ちで、最後だっていう気持ちと、うん、あとはまあ最後の試合になるんで、うん、まあその彼の人生が違うところに行くじゃないですか、もうファイターじゃなくて、その人生やっぱり同じ戦ってきた者同士、うん、あのうまくいってほしいなっていうのも、そういった気持ちでやっぱり送り込みたいって気持ちもやっぱりもちろんありますね、うん、そうすると二人の物語を完結する。そうですね、本当はそうですね。来年から正人選手いなくなりますけども、バックスにおいて自分はどんな位置にいくつもり考えてますか？やっぱもう前を進むだけなんで、まあ、日本で一番まず取って、で強豪のアンディ・サワ選手、ブワカオ選手と戦って、そこでしのぎを削れられるような来年にしたいと思いますね。ある意味背負っていくとか、そういう意識もあると。それ、そうですね、もう背負、うん、そのために一番になって澤選手とかを倒していくっていう、その気持ちが強いですね。そのために今回の試合というのはどんな、自分が持ってる才能をやっぱり技で、ドラゴ選手にはその見せつけたいですね。まだ世界チャンピオンになるのは諦めてない？はい、諦めた時はやめますね。下の世代から山本雄也選手とかね、日向選手とか出てきてますけど、そういった存在どういう意味になりますか？あんまり考えたらないですね。出しまったか。